東京理科大学よさこいソラン部の皆さん、お願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いけざるかない、若き血は踊る。さあやは月を照らすは己の姿、は忘れざらん儚き時を。こちら葛飾区亀有公園前派出所の近くの花町キャンパスの日本に残された最後の未開拓地、滋賀県は野田市にある野田キャンパスに入り浸る私たち東京を伺います。この高等大会場に集まったのか、ミラハンターの皆さんを楽しませられる人のことを言うんじゃない。だってよさこいの楽しみ方は一体何通りあると思っているの。35億。我々東京理科大学よさこいソーラン部の今年の演舞である影朗、皆さんもご存知、忍者をモチーフにした演舞となっているのだ。ここで我々忍者の持ちる忍法の一つ、皆様にらしい特別現実を。これを聞けばあなたは明日から忍者の一員だぞ。よく聞いておけ。影抜きです。それは対象者に対する愛情過剰、影のように手裏剣を当てることで相手の動きをと求め自分に勇者ようにするというものだ。かっこバッテリアよりいいよう今日から響く名刺使ってみというんですよ。思いを当てる人に、あなたにとって大切な人に、心を射止めたいあの人に使ってみるのもいいかもしれないな。さあ、そろそろ我々理科大の真骨頂、北に名刺の時間だ。北に名刺の匂いを嗅げば、あたらへとトンネルを見やかし、西へなりと向かう気は、西へと向かい上がりくる。誰かを追って魂やろし、あつかげしくもやがれ、我らは東京理科大学、よりどりの真ここにあり。シャー、さあ、ここからはパクリだ。まずは2016年芝与田芝生会場、それはまるで夢の景色のように。今日は晴れて良かったです。美しい眺めだった。あくまで個人の特徴です。ありがとうございました。東京理科大学よさこいソーラン部の皆さんでした。